大阪府第11区は、日本の衆議院議員総選挙における、選挙区。1994年の公職選挙法改正で、設置。中選挙区制度時代は、旧7区に属していた。大阪市への通勤、通学者が多いベッドタウンであるほか、パナソニックグループ関係の就労者も多く住んでいる。 第41回から5回連続でグループ中核の松下電気産業出身で中村正夫の秘書であった平野博文が制し第44回を除き自由民主党候補の比例復活を許さないほどの大阪随一の民主王国であった。しかし第46回では日本維新の会新人の伊藤信久が初当選し平野は比例復活もできずに落選した。 第47回では参議院議員を自動失職し落下参候補となった佐藤ゆかりが平野の資格としてこの選挙区から立候補し衆議院議員に返り咲き当選を果たすとともに当選挙区では初めて自由民主党が議席を獲得した佐藤に敗れた平野と伊藤は比例復活当選により返り咲きと再選をそれぞれ果たしている第十八回では 民進党が希望の党への合流並びに、日本維新の会との間で、大阪府下の小選挙区に候補者を擁立しない協力を受けて、平野は初当選した第41回以来の無所属で出馬し、候補者を取り下げた日本共産党の支援を受けた。その結果、8年ぶり6回目の小選挙区当選を果たした。時点の佐藤は比例復活で再選。 最下位の伊藤は、前回より票を上積みしたものの党が、比例獲得議席を大幅に減らしたことから、比例復活できず落選となった。第四十八回衆議院議員総選挙大阪府第十一区解散日、二千十七年九月二十八日、投票日、二千十七年十月二十二日当日、有権者数、四十万三百六十七人最終、投票率、 53.03%第47回衆議院議員、総選挙大阪府第11区解散日、2014年11月21日、投票日、2014年12月14日、当日有権者数、39万435人、最終投票率 56.、56.04%第46回衆議院議員、総選挙大阪府第11区解散日、 2012年11月16日、投票日。2012年12月16日第45回衆議院議員。総選挙大阪府第11区解散日。2009年7月21日、投票日。2009年8月30日第44回衆議院議員。総選挙大阪府第11区解散日。2005年8月8日、投票日。 2005年9月11日第43回衆議院議員、総選挙大阪府第11区解散日、2003年10月10日、投票日、2003年11月9日、第42回衆議院議員総選挙大阪府第11区解散日、2000年6月2日、投票日、2000年6月25日第41回衆議院議員、総選挙大阪府第11区解散日、 1996年9月27日投票日1996年10月20日ありがとうございます。